で毎回ね、あの私たちあの毎年あの年末に忘年会と称してあの飲んだくれるライブをやっておりまして、 それの、まあ、スピンオフみたいな形で今日は見ていただくんですけれども、ね、高坂さんの企画発案が決まりました。高坂さんがね、女の子だけでやるっていう、そう、年末ね、あの一人で暇で寂しいから忘年会をみんなでやろうってね。そうそうそう、暇だからやりだしたんだけど、なんか忙しい時もやらなきゃいけないそうなんですよ、忘年会ライブって言って高坂さんの仕事の関係で9月にやったんですよ。そうそう、忘年会なのに、忘年会なのに9月にやった、はい、12月に美味しい仕事が入ったもんでね、美味しい仕事が入ったもんですからね、そうそう、もう9月にするわとか言っちゃって、もう強引なんですよ、そうそうそう、ね、意外とね、意外とね、そう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 、そうでもあなたの言う通りの、そう、言う通りで、なんかまあ紆余曲折をしながら、そうそうそう、歌とか最初あったんですけど、あまりにもひどいんで、私たち、そうそう、歌歌ってたんですよ、1曲ずつとか 3曲ぐらい歌ったよね、歌いましたよね、それもレッスンに行って、レッスンに行って、そう、東山先生のとこ行って、やってそこで飼ってる犬が痙攣したんですよ、そうそうそう本当に痙攣した、本当に痙攣したちゃって、うん、で私たちがその歌をちょっと諦めて、うん、そうそう、諦めてね、本を書きましょうと、でコントみたいなことでもじゃあやりましょうよっていうので、ね、で何がいいかねっていう話だったんですよね、うん、最初ね、うん、そう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 、でも何がいいか、そうそう、で私たちが共通であることっつったら、うん、そう、まあ、でまあ、いろんなこと考えたの、最初は、まあ、あの3人姉妹とか4人姉妹とかの話にしようとか、うん、OL とかね、OL とかね、うん、あと、しましょうって言ったんだけど、 OL とか思いつかないの全然、なんせ OL 経験がないから、看護師物語にしようったけど、分かんないから、看護師さんの劇団あ、そうそうそう、私は大衆演劇に立花優子も21世紀フォックスのね、そうなんですよ、はい、はい、うん、なんで、そう劇団物の話をこう書いていく中で、うん、劇団上越新幹線っていうまあ、やっぱりまたパクリ集がするやつをやってるんですけど、うん、それをあのなんかちょっと評判良かったんですね、でそれでちょっとあのシリーズ化して、まあ、朗読コントだったんですけど、まあ、まあ、キーよくしてね、ちょっとね、ちょっとキーよくしたんですよ、調子に乗っちゃってね、そういうのをこう今作って毎年年末にやってました、まあ、去年はちょっとできなかったんですけどね、いつもお世話になってる四谷天窓さんがちょっとお店を閉めてしまったので、はい、できなくなっちゃったんですけど、はい、でまたじゃあここでちょっとあの番外編で、はい、スピンオフということで、そうですね、お届けしたいと思います、はい、そうです、その前にごめんなさい、はい、私たちダメダメ座員の役名をね、あ、そうだそうだ、先に私たち一応役名があるんですよ、そうです、はいはい、ダメダメなダメなベテラン女優4人なんですけど、クジラさんが山森もみじ、はい、山森もみじ、はい、で、高坂さんが浅岡グリコで、私がうかつえりで、立花優香が泉ポンポンっ言っております、はいはい、で今回はこのダメダメ座員たちの番外編をお届けいたします、はいはい、皆様本日は劇団上越新幹線番外編キューポ新人発掘オーディションへご来場いただきまして誠に誠に誠にありがとうございます。豪華スター勢ぞろい、始まり始まり、グリコさん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 、そっちどうですか？すかあの今やあんたこの現場なんなのよ、もう本当にあんな、もうさ現場監督もさすごいや、はい、現場監督、現場監督、はい、どうしたの？受け終わりだって、受け終わりなの？もうちょっと、もう私さ、このさ、バイク代さ、劇団に入れるの嫌だから、もう手に入れていい？ダメー！ダメよ、いいわ、ちゃんと入れてね、はい、じゃあね、もう、うん、まあ、いってらっしゃい、稼いできて、ちょっと、あの、なんか、今度、
ギュッてしてよ、ギュッて。あ、ギュッとするから。もう寂しがり屋だ。そうなんでいいの。いい、そんなんだったらどうする。はい、働いてくるわ。じゃあね。頑張ってね。はい、頑張ってね。はい、ケイさん。はい、どうも。ねえ。ちょっとでも私たちだけで大丈夫だと思います？ねえ、どうしようか。みんなコロナでチリチリバラバラになってね、稼いでるのに。そうですよ。ダメだと思うよ、私。だってさ、うん、私も暖費稼ぎに行きたいんだけど、うん、無理なのよ。60じゃん、私。もうね、どこのアルバイトニュース見たってね、もうね、58枚なのよ、大体。そういうもんなの？はい、60ないの。全然語ったことないの。こんな元気いっぱいなのにね。そう。あんたこそ全然年下なのに、全然な、何やってんのよ。アルバイトからしなさいよ。医者に止められてるから。やめなさい、そういう深い話は。そういう深い話は。いろいろ大変なのよ。いろいろ大変なのね。はい、そんな深い話やめよう。はい、はい、ほら、それで座長たちはさ、みんな暖費稼ぎに行ってるけど、うんうん、その暖費稼ぎに行くから、うん、要はお前たちどうせ行かないんだから、うん、あの新人発掘しとけって言って、うん、行っちゃったのよ。行っちゃったの。そう、だから、と思ったんだけど、うん、まあ、じゃあとりあえず SNS に載せてみようかなって載せたの。うん、そしたら応募があったのよ。うっそ、応募あったの？あったのよ。3組も。3組も？そうよ。やだ、ちょっと、うかうかうかじゃねえ、ウキウキしちゃうわね。ねえ、うかつよね、その人たちも。そうなんだ。ねえ、私たちみたいな、劇団に入るなんて、入ろうとするなんてね。あの、でもね、私たちの地位が上がるためには頑張らなきゃいけないわね。はい。目指せ。地位向上。そんなわけで全部入れてしまいましょう。バンバン入れちゃう。バンバン入れちゃう。はい。じゃあ、うん、オーディションやるわ、ね、はい、お願いします。はい、お願いします、はい、はい、それでは、1番の方どうぞ。話の構想は頭にあるのだが、それを絵や文字にできるかというと別問題だ。ツイッターにも借家席とか引き延ばしとかいろいろ書かれてるし、まあ、その通りなんだけどさ、困った時は主人公をピンチにして3号ぐらいに覚醒させることにしている。そうやって新たな力に目覚めすぎた主人公はすでに神の力も手にしていて、悪の組織の親玉である魔王が実は堕天使との根結だということに気づいたのが先週、そして完全に行き詰まった。主要キャラの回想シーンももう書いちゃったし、そろそろ前世の記憶も、ああ、それも使い果たしたか。行き当たりばったりで物語を書くからこうなる。もういいんじゃないかな。作者急病につき救済しますで、人生で一番適当に書いた作品が一番評価されるという矛盾を抱えてから早2年。最初は手のひらを返したようにヘコヘコしてくる編集の人たちが面白くて頑張っては見たが、もともと惰性で書いていた作品だ。何を隠そう、ネームを書いているときは結構酔っていたのだ。自分にではなくアルコールに。むしろよくここまで続いたと思う。よし、やめた。俺たちの戦いはまだ続く。第一部完と。目の前が黄色く光る。眩しさのあまり目を細めたその先に、分かりやすいくらいフリフリの魔法少女的な何かがいた。何なんだよあんたは。あなた本当にそれでいいんですか？何が？エンディングですよ。そんな雑な終わり方で読者が納得すると思うんですか？いや知らないよ。ってか何なんだよあんた、質問に答えろよ。ああ、まさか。私、ハッピーエンド界の見習い天使の新米魔法少女、ハッピーと申します。
あ、どうも、成幸と申します。てか、なんだよ、もういろいろ属性混じりすぎでしょ。あ、ところで本題ですが、何？書き直しを要求します。は？エンディングです。散々引き延ばしたんなら、せめてハッピーエンドで終わらせるべきでしょ。おうなのか。そうですよ。あなた、最近深夜アニメ見てますか？あ、うん、人並みには。だったらわかるでしょう。ゆるふわ萌え萌えハッピーエンドにしとけば、大体文句は出ないんです。ほんとだ。こんな世の中です。みんなの心にハッピーを与えないと。それが物書きとしての使命です。わかった。じゃあそうする。何が何だかわからないが、この魔法少女にしては少し年齢を重ねすぎているような女性の言うことも一理ある。そして俺は原稿に手を伸ばす。ちょっと待った。目の前が黄色く光る。や、眩しさのあまりに目を細めたその先には、やたらと濃いアイシャドウとキツメの香水の匂いが印象的なマダムが来た。あなた、本当にそれでいいと思ってるわけ？何がだよ。エンディングよ。直ちに書き直しを要求するわ。え、マジで？悲劇、悲劇こそが至高。薄っぺらい喜劇になんて誰も共感してくれないわ。そうなのか？そうよ。あなた、シェイクスピアはご存知？うん、名前ぐらいは。作品名を言ってごらんなさい。ロミオとジュリエットとハムレット。どちらも悲劇じゃない？本当だ。こんな世の中だからこそ、悲劇が心に寄り添うべきなのよ。なるほど、じゃあそうする。ところで、あんたは？古典演劇の伝道師あるべきだよ。あ、どうも、成幸と申します。あるべきだ。またしても我々の邪魔。久しぶりね、お嬢ちゃん。ここで会ったら100年目、今日こそ決着をつけてやるです。何やら現実離れした二人が睨み合っている。ここまで来て俺はようやくこれが夢だということに気づいた。あの、取り込み中悪いんですけど。何？あ、いや、その俺の作品の話してます？当たり前でしょ！おう、とりあえず成り行きを見守ることにした。考えても見てもご覧なさい。近年までに語り継がれてる演劇のうち、そのほとんどが悲劇だという事実を。本当だ。主人公は幸せであってはいけないのよ。自己犠牲が美徳。確かに。よし、じゃあ主人公は、地球を滅ぼす隕石を守るために自らの命を。バカ！そんな終わり方したら続編かけって言われただけ。どうすんだよ。神々の奇跡の力で復活すんのか。いや、確かにそうだけど、殴ることないだろう。いいから黙ってハッピーエンドかけって言ってんだよ。いや、だから あんた口調が。うるさい！どうもね、バカ野郎！自己犠牲の主人公なんてな。正直時代遅れだと思いませんか？え、そうなのか。考えても見てくださいです。みんなのために頑張ってた人がみんなのために命を落として、それをみんなが喜ぶなんて不謹慎でしょ。本当だ。一番頑張ってた人が報われない、そんなの夢も希望もないじゃないですか。ハッピーは涙ぐみながら上目遣いで俺を見た。よし、じゃあ悪の親玉は実は主人公の幼馴染で、熱い拳で語り合ううちに互いを認め合って、悪がこう、あの頃みたいに戻れたらな、で主人公が、まだ遅くないよ、俺たちで作るんだ未来を、的な感じで、そうして世界は平和になりました。恥を知れ、特別は！成功は犠牲なくしては生まれない。努力は必ず実るとは限らない。高校生くらいにはもうそんなものは悟っているものでしょ。確かに。物語はより現実的であるべきだ。光の中にも影がある。だからこそ影を描くべきだ。そう思うでしょ。そうかも。努力、友情、勝利、そんなものはクソくらいよ。おい、やめろ。いたずらに結局見えた。早くつまら。おい、ババア、勝手なこと言ってんじゃねえです。誰がババアよ、しょんべん娘。
結末はもう決まっているのよ。世の中に希望を、ハッピーな結末を、心に寄り添う悲しみを、悲劇的な結末を。なんだか書きたくても書けないので、そのうち俺は考えるのをやめた。どこかで聞いたことのある効果音や爆発音を聞き流し、俺は机に向かう。白熱の魔法合戦が繰り広げられている模様だが、特に興味はない。やるじゃないの小娘。でも残念だったわね。私はまだ2回の変身を残しているの。なんだと。この姿を見せるのはあなたで2人目ね。さあ恐れをのぞきなさい。今こそ私の真の姿を。ちょっと待って、私まだ変身中。戦闘中に10秒近くかけて変身シーンなんてな、非現実的なんだよ。ここで私が敗れても第2、第3のあるべきぞ。聞いたこないわ。ダメでーす。ざまうみろです。勝ったのは私ですからね。さあ書いてもらいますよ、ハッピーエンド。よし、できた。えとりあえず囚われた主人公の妹に宇宙の記憶が流れ込んできて、2つの力がぶつかり合ったらこの世界は破滅してしまう。なんとかしなきゃって宇宙の力に目覚める。よし、これであと3話は稼げるぞ。いくらなんでもそれは行き当たりばったりすぎでしょ。いやもう書いちゃったし。書き直しを要求するわ。やだよ。え、成り行き任せとか行き当たりばったりとか何言われてもさ、俺の作品はやっぱり俺の作品なんだよ。でも誰かに言われて書くもんじゃない。あんたたちのおかげでようやく分かったんだ。ありがとうな、二人とも。ちょっと何勝手にいい話風にしてるのよ。物語には終わりがある。終わらせなければならない。それくらいは理解してるんでしょ。ああ。先延ばしは逃げと一緒よ。分かってる。ただ今はその時じゃないってだけだよ。まったくどうしようもないことなかれ主義者ね。帰るわよ、ハッピー。はい。なんていうか世話になったな。いえ、でも忘れないでください。え、打ち切りは読んでる方も辛いってこと。特に成内先生の次回作にご期待くださいの一文だけじゃ誰も幸せになれないってこと。そうだな。立ち上がった魔法少女とマダムは急に体が黄色く光ったかと思うと、いつの間にか目の前から姿を消していた。その姿を思い出しながらふと思った。この二人は立場こそ違えど読者に幸せになってほしかった。何も決められない俺こそが実は一番読者に対して不誠実だったんじゃないかと。ま、なるようになるか。いやー珍しいですね、成幸先生がちゃんと締め切り前に入稿してくださるなんて。あ、そのいつもすいません。いえいえ、それにしても先生随分大胆な路線変更しましたよね。え、悪の親玉ですよ。まさか幼い頃の親友だなんて。まあ王道といえば王道ですが。はあ。あと主人公が身を挺して隕石を食い止めるシーンも斬新でした。しかもそれがきっかけで神の力と記憶を失う。まあこれも定番じゃ定番ですが、読者の心は釘付けですよ。マジかよ。え、あいつらふざけやがって。この先どうかけてんだよ。え、なあいつら、あの成幸さん、うるせえ、黙れポタ野郎。え、あー、いやもう違うんです。あの、そのすいません、コーヒーごちそうさまでした。慌ててカバンを手に取り逃げるように交差点を出る。喫茶店を出る。頭が痛くなってきた。こんな話設定を2つも出したら物語は終わりに向かうしかなくなってしまう。まあいっか、そしたらまた新しい物語書けば。次こそは俺らしい作品を、なんて思いながら帰路につく。突然目の前が黄色く光る。眩しさのあまり目を細めたその先には、太陽の光に反射した車のミラーがあるだけだった。
以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。間違えましたよ。間違えましたよ。何の話ですか。交差点を出るとか言って、交差点は出る子じゃないですよ。何の話ですか。人も増えてませんし、間違ってません。そういう台本なんです。もう一人いたしね。はい、増えてません。武器になってるな、随分。でもなかなかいいよね。フレッシュでよかった。フレッシュでよかった。ね。ね。ね。ぜひね。もうぜひうちの劇団に入っていただきたいと思います。はい。ください。でもすいません。はい。私たち、未来があるので。失礼します。なんでその未来が、私たちにも未来があんだよ。そうだ、まあ、ちょっと短いかもしれないけどね。まだ40年はいけるでしょ。100まで生きるのか。うち長寿の関係です。長寿だから大丈夫だよ。何しに来たんだよ。何しに来たのみんな。本当にもう一組いるから、もう一組来たね。そう、はい、知るよ、はい、うん、絶対入れようね。絶対入れる。次の方どうぞ。どうぞ。どうも、慶太郎です。次男の康介です。三男の勝也です。三人揃って茶柱三兄弟です。よろしくお願いします。